こんにちは、はい、さあいよいよ今年のベストナインが発表間近というところで、ああはい、ドキドキするな。ドキドキしますか？あんまりしないです。いやでもね、まあまあでも興味はあるな、うん、ありますよね。ああなんかこれが発表されると、あ、今年のプロ野球が終わるというか、なんかこう締めくくりの一大イベントというか、これまあ印象もあるからな、記者投票だからな。本当にそうなんです。あのゴールデングラブ賞は基準があるんですけれども、はい、ベストナインは明確な基準がありません。で5年以上の記者の方の投票ということ で、はい、で傾向としてはやっぱりその優勝したチーム、日本一になったチームから、これさ、はい、言っても記者よりも解説者の方が野球見てるよ、うん、そうですよね。いやそれだったら解説者に、5年以上の解説者に投票権くれればいいのにな。一緒に。そうですよね。だからまあその記者投票は1票1点、はい、でも解説者は1つの票で2点入るっていうとか。でも面白いと思うんだけどな。ですよね。本当あのなんで記者縛りになってるのか、まあ、始まりがそうだったからってことなんでしょうけど、まあまあうね、まあ、最近はと、はい、選手も、はい、あの投票できたらいいのにね、選手間投票もってありますけれども、はい、まあ、そんな中今日は高木豊が選ぶベストナインです、はい、まあ、セリーグからね。はい、セリーグからいきましょうか、はい、まずはピッチャーです。まあ、これは東、はい、東 DeNA、 もう文句なし。これは文句なしでしょう。はい、これは満票で入ると思うよ。そうです。満票じゃなかったらおかしいと思う。いやでもね、満票にはならないんですよね。満票じゃなかったらおかしいだろう。まあこれなんでその投手っていうのも中には、これエスコバなんか入れてたらおかしいだろう。そうですね。そうでしょ。でもゼロとは言えないですけども、まあまあまあね、まあ、大半がまあ東投手でしょうね、はい、これは、はい、成績も文句なし。まあそうだね、はい、はい、さあ続いてキャッチャー。キャッチャーです。これね、うん、坂本っていうのは、はい、素晴らしくいいし、うん、いや能力の高い選手だと思うけども、はい、率とか総合だからね、うん、ベストラインっていうのは、はい、ね、うん、やっぱ大城、巨人の大城選手、やっぱ大城のバッティングっていうのはやっぱすごいよ、はい、キャッチャーをしながらね、うん、で125試合か、はい、試合数出てるし、坂本は84試合、そうですね、まあ、試合数を考えても、はい、まあ、大城かなっていうような感じがするね。ゴールデングラブ賞の時には、はい、巨人ファンの方はそのどうしてうちの大城がみたいな。まあそうだね、うん、あれは守備に特化してる。まあそうですね、ベストラインっていうのは総合的に、まあ、バッティングも含めて守備も含めて考えるとやっぱ大城だな、うん、守備という面では坂本かもわからないけども、はい、総合的に見るとバッティングも含めて見るとやっぱ大城っていうのがね、はい、率も高いし、うん、まあ、大城になるかなっていうような気はするね。そうですね、はい、まあ、坂本選手は今シーズン先ほどおっしゃってたように84試合で、はい、まあ、打率が2割2分6厘、はい、まあ、優勝したチームから出やすいとはいえ、うん、やっぱりそのバッティングとか打率とかその打点とか貢献度を考えるとここは大城選手かなっていうふうに豊さんは、まあ、そうだね、うん、と思うよ俺は、うんうん、はい、まあ、そうですよね、はい、さあ続いて、はい、ファーストです。ファーストはもう大山、はい、はい、これはこれはやっぱり優勝チームで4番を打ち続けて、うん、はい、ね、20本以上のホームランも打ってるし、でやっぱり出塁率という面ではね、はい、やっぱナンバーワンだったし、そうです、うん、だからフォアボールの多さとかね、まあ、いろいろ考えても、まあ、守備に関してもやっぱうまかったと思うし、はい、だからこれはやっぱ満票だよね。うん、多分文句なしでしょうね、はい、と思うよ、はいはい、セカンドです。中野、はい、まあ、中野はもう全試合フルイニング全部出たというね、はい、あの小さな体でね、大したもんだと思うよ、うん、優勝争いをしながらね、はい、一回も休むことなく出続けたという、もうそれだけでもうベストナインだよ。ですよね。ちゃんと2番の職務席も果たしたという。まあそうだね。そうですよね、はい、さあサードです。サードは迷った。まずは誰と誰。まあサトテルっていうのも考えたんだけど、はい、申し訳ない。やっぱりね、打点の多さとか、うん、ね、今年の成長で3年連続20発以上、はい、これ左バッターで史上初らしいな。うん、だけどやっぱり2軍に落ちたということもあるし、うん、まあ、優勝には貢献してるんだけども、相手が首位打者とホームラン王がおると。ここ激戦区ですね。そうなんだよ。だから、まあ、サトテルは申し訳ないけども、はい、まあ、来年頑張ると、うんうんうん、で迷ったのは宮崎と岡本。そうですね。で宮崎は首位打者、岡本はホームラン王、はい、で打点の多さは岡本、はい、ただ試合数が岡本がサードで82試合、うん、はい、ファーストで52試合、あ、
でレフトとかね行ったりとかしてトータル140試合は出てるんだよ、はい、で40発以上で宮崎は、まあ、サード1本で出続けてゴールデングラブも取ってて、はい、首位打者という、はい、これは迷ったよ。これは岡本選手が今シーズンサードを固定で行っていてこの成績であれば、あ、それはもう岡本になるな、うん、打点の多さとか。ただ試合数をやっぱどうしても考えちゃう。その守備での試合数ですよね、どこを守ったか、うん、だから宮崎は100試合以上が三塁手として出て、うん、DH だとか、はい、あの交流戦の時にね、あとはその代打だとかね。どう思うこれ。これいやそうなんですよ。ただそのホームラン王っていうところで記者さんのイメージがあるんであれば岡本選手に入れるかなとも思うんですけど、ただやっぱりファーストにも映ってるって考えるとサードっていうのを、決してサードのポジションでもなかったんだよね今年。そうなんですよ。レフトもやりましたしね、少なくてサードの守備はもう門脇が出てくることによって評価されて、もうサードには戻ることがないよみたいな、うん、そのうち坂本が回ってきて、そうだったんですよ。そうなってくるとサードのイメージじゃない、うん、ないんですよ。じゃあファーストかっていうとそのイメージもない。でレフトかっていうと全然ない。全然中ブラリンなんですよね。そうなんだよ。それがかわいそうだなって。そう、ね、いやだから俺はホームランを取って申し訳ないけど、うん、ポジション的にないっていう考えたら、はい、もう宮崎なんだよね。まあそうなってきますね、うん、確かに。これがね、岡本が100試合以上出てて、はい、ホームランを取ってたら、うん、サードでね、はい、まあファーストに行ってもいいけどその後に、うん、そしたら岡本になってたんだけども、やっぱ試合数を考えた時に、うん、宮崎かなっていうような感じがするんだよね。それはありますね。あとチームの順位っていうことも考えたときに、まあまあ、最終的にはそこもね、うん、加味するけどもね、うん、記者さんはどうするんでしょうね。やっぱり記者を抱えてるのは巨人が強いと思うよ。だからここら辺は岡本になってくるかなと思うけども、うん、でもやっぱり守備の貢献、例えばその宮崎がゴールデングラブ取った、はい、まあ、そうなってくると総合的に考えた時にやっぱりこう宮崎になっちゃうんだよね、うん、俺はね。そうですね、うん、で豊さんはサードは宮崎選手、うん、ベストナインというところで、はい、続いてショートです。ショートは木南、はい、まあ、ここは文句ないだろうと思う。そうです ね優勝して一生懸命頑張って恐怖の8番バッターとも言われてたしね、はい、バッティングでも貢献したし、うん、やっぱ守備でも安定してたしね、はい、だからここら辺は依存ないと思う。文句なし。そうですね、はい、北見選手、はい、さあ外野手3名、ここはポジションは関係ありません。はい、はい、外野手3名は、うん、1人目は近本、はい、あ、もうそうでしょうね、うん、はい、安定的な1番だし、はい、で盗塁をも取ったし、うん、でまあ、センターというポジションもね、守りきってくれてるし、まあ、途中デッドボールで離脱はあったけども、はい、やっぱり、ね、近本の存在感っていうのがね、うん、いないことによって出したしね、大きかったっていうのが分かりましたよね。だからまあ一番手は近本、近本選手、はい、2人目は西川。あー寂しい。あのね、やっぱ怪我がちで出たり入ったりはしたけども、はい、3割打ってるし、だからまあここら辺はやっぱこう3割バッターが少ない中でね、はい、やっぱ3割をキープできたということは、うん、まあ、西川かなっていうふうには思うしね。カープとして最後に取るベストナインですね。まあそうだね、うん、カープっていうのが取れちゃうのが寂しくもありますけど、はい、取れてるとは言えないよ、俺が言ってるだけだから。そうだ俺が言ったのが全てじゃないからさ。そうですね、記者さんですもんね、あくまでイメージは。そう、3人目です。サンタナ。あ、ヨコルトのサンタナ選手、はいはい、サンタナ、まあ、あのサンタナはやっぱりよくやったと思うよ。そうですね、ーチーム状況がね、ああいう中で、そうそうそう、で一時期は首位打者いけるかなっていうぐらいに打率上げた時もあったしね、はい、だからよく頑張ったと思う。だからサンタナかな。岡林選手は入ってこないんですか、そこは。そうだな、うん、チームの順位もあるけども、うん、まあ、ヤクルトもね、はい、そんな変わらないんだよ、 0.5 ゲームぐらいしか、はい、まあ、ただそのホームランの威力だとか、はい、まあ、そういうこともあるし、うん、まあ、打点の多さとかね、そのただ打てばいいっていうだけじゃなくてね、うん、やっぱチームにどれだけの貢献をもたらすかっていう、はい、で貢献度を比べた時にそれは岡林はメイクチャンスをする方で、うん、サンタナはもうそれを返すバッターだけども、どちらかというとやっぱこうサンタナかなっていうふうに思うよね、はい、まあ、サンタナが3割でしょ、で岡林が2割7分9厘、はい、まあ、その中で、まあ、最短打にこう並ぼうかってしてても、うん、
そうだな、やっぱサンタナの方がやっぱ上だと思うな。あとは記者さんがどういう印象ですか。まあまあそうだね、そうですけどね、うん、外国人にはちょっと厳しい傾向があるからねでも誰か一人外国人選手昔誰か言ってたのありましたよ。まあね、すっとんきょうなのはありましたけれども、うん、あと牧選手の名前がやっぱねセカンドなので、これはね牧も考えたけどやっぱ優勝ということだよ。優勝で守りも含めて、まあ、中野にはしたんだけど、それは牧も捨てがたいよね、はい、牧も DeNA の4番として立派にやったしさ、うん、牧がいたな、打点をいたな、はい、いるんです。ただやっぱ優勝してるチームのセカンドで、いやフルイニング全試合っていうのはなかなかできたもんじゃないよ、はい、いや牧もいるな、牧は2冠だからな、そうですね、最多安打と打点王と、うん、王、うん、いやこれ牧にしようかな、うん、いやいいと思います。記者さんの印象としてはやっぱり中野選手もいい成績で優勝もしたので、でも中野選手の名前多いと思うんですけど、で中野選手も最多安打まあ網だくじにしますかそここれは記者さんの予想というより豊さんが選ぶベストナインでいいので、いや打点王っていうのは俺ホームラン王よりも価値があると思ってるし、選手のそういう価値観っていうのがあるんですね、うん、そうだな、はい、ほら動画の最後にする OK 分かりました、動画の最後にどうするか決めましょう、はい、もうパリーグ行きましょう、はい、ちょっと頭痛いね、OK、ね、パリーグ、はい、まあ、ピッチャーはまあ山本だな、もうここはもう何も言うことはない、まあまあそうだね、はい、はい、続いてキャッチャーです。キャッチャーねやっぱ2人で悩む、お若月と甲斐、うん、あもうここはもうずっとねそういう論争は出続けてますね。そうだな、どうなんでしょう、若月が83試合、はい、甲斐が130試合、あだからほぼ一人で甲斐は守ったというね感じから言うと、甲斐、はい、にはしたいんだけどね、したいけど、したいけど、まあ、優勝とかキャッチャーってやっぱ勝たせなきゃいけないっていう、うん、仕事も一つあると思うんだよね、はい、まあ、確かにその甲斐が受けてるピッチャーと若月が受けてるピッチャーではやっぱ違うよ、やっぱオリックスの方が上だよ、はい、だからキャッチャーとしては楽かもわからないけども、うん、ライバルの森が入ってきて、でもなおかつ83試合出て優勝させてるっていうことを考えるとさ、でバッティングにも若月っていうのは貢献してるしね、そうですね、甲斐が貢献してないっていうわけではないけども若月かな、うんうん、いいと思います、オリックスの若月選手、ここは試合数という面では物足りないんだけど、でも3連覇っていうね偉業を達成してまたパ・リーグの中でダントツでいったっていうことはさ、はい、まあ若月かなっていう感じがするね。じゃあここはオリックスの若月選手で、はいはい、ではファーストです、トング、はい、トング選手、まあ、これは首位打者でね、そうですね、うん、まあ、最後の方は休んだけども、うん、1人だけこう首位打者でね飛び抜けた数字を出してたし、うん、まあ、最後ちょっと落ちてきたけども、まあ、トングでいいのかなっていうふうに思うね。そうですね、はい、さあ続いてセカンドです。セカンドは浅村、はい、まあ、試合数がねちょっと足りないという意味では、うん、70試合台だと思うんだけども、はい、浅村の年齢を考えたりとか、うん、まあ、負担を考えると、まあ、DH に入れたりだとか、状態のいい時はセカンドに入れたりだとかしたことを考えても、うん、まあ、ホームラン王だからね。そうですね、だからまあ浅村にしました、はい、はい、ここもねホームラン王取ってるので文句ないと思います、はい、サードです、宗、お、宗選手、はい、はい、まあ他の球団はサードで泣いてるよね、いろいろ入れ替わり立ち替わり、はい、ただ来年からは清宮はサードでがっちりやって、うん、しっかりした数字を上げると、はい、清宮になる可能性もあるし、おー、だから今年までは宗っていう一択しかないような選択なんだけどもね、そうですね、うん、だけどまあやっぱりね3連覇に貢献したという、はい、はい、いうところで、はい、さあショートです、ショートは紅林、ここも優勝オリックスから、まあそうだね、はい、今宮も頑張ってた、源田もね WBC で骨折してそれからこう入ってきたんだけども両方とも2割5分ぐらい、うん、でも紅林はショートのポジションで2割7分だよ、はい、まあ、打ってるということから考えると、まあ、守備の面でも貢献してるし、はい、紅林でいいのかなっていうふうには思うよね。そうですね、はいはい、オリックスの紅林選手、はい、さあ外野手3名です、はい、はい、外野手3名は近藤、はい、もうここじゃない、ね、まあ、よく頑張ったね、うん、
FA のプレッシャーもあっただろうし、やっぱチームを勝たなきゃいけない、まあ、途中から4番を打ち出して、はい、でもホームラン王に輝いたしね、うん、だから本当によくやったと思うよ、近藤はね、近藤ちゃんね、はい、守備も頑張ってた、はいね、うん、2人目、はい、柳田選手、はい、うん、まあ、外野のポジションにつくケースっていうのも、うん、まあ、少なくはなってきてるんだよね、まあ、DH だとか、だとかね、だけどやっぱあの高打率、うん、ホームラン数、まあいろいろ考えたときに、うん、誰が成績で抜いてるかなと思ったら、うん、なかなかいないんだよね。まあ3割弱、2割9分9厘打ってますから ね、やっぱりすごいですよね、はい、さあもう一人、はい、万ちゃん、お、万波選手、万波、はい、日本ハムから、ね、いやー、よかったね、あの新庄監督もね、はい、スターを作らなきゃいけない、作らなきゃいけない、うん、まあ一役先に万波というのがね、まだ新庄監督曰く物足りなさはあるにしても、はい、今年はやっぱりホームラン王に1本差、うん、であの守備、はい、それを考えると、まあ、勝負強さもあったし、うん、万波でいいのかなって思うね。そうですね、はい、ここは外野手あの3名すんなり決まった感じでしたか、やっぱり。まあそうだね、柳田がやっぱこうポジションにつくケースがちょっと少なかったという面では、うん、物足りなさはあったにしても、うん、それはまあチーム事情だから、まあ仕方ないかなと思って、うん、でも柳田の数字を抜く選手はまだまだいないということだよね。ですね、はい、常連ですよね、ベストナインの、はい、さあ DH です。 DH はポランコ、はい、ポランコパワーパ物足りないけどね本来もうちょっと活躍って、まあでもリーグ移籍してね、はい、でよりレベルの高いピッチャーがいるところに入ってきて、まあよくホームランを取ったと思うしね、うん、だからまあ DH 部分はポランコというね、はい、はい、いうことになりました。最後迷っているセリーグのセカンド中野選手なのか牧選手なのか、記者さんはね、私中野選手に入れそうな気がするんですよ。やっぱ阪神で優勝っていうところもあるし、やっぱいい成績も残して、いやこれね、うん、全試合フルイニング出場っていうのはさ、12球団で唯一でしょ。ああそうなのか。これもね、一つのタイトルだというふうに考えるんだよ、はい、ね、そしたら2冠なんだよね、最多安打とフルイニング出場で、いやちょっと待って、どうしました、いやじゃあ森藤が聞くぞ、はい、監督だとしたら、うん、セカンドとしてポジション、うん、中野と牧がいたらどっちですか、片や打点を、迷うだろう、迷う、すっごい迷います、どっち使うだろう、守備の安定とかも見ると中野選手を使いたいんですけど、でも一発とか破壊力とかムードを変えるっていうのは牧選手、いや分かんないな、これ試合数一緒ですよ、試合数が一緒だそうです、すみません、どう牧